こんばんは、しょぼうです。文具と生活第33夜です。今回はですね、ゴムグリップに付着したホコリはどうしてますかというお話をしていきますけれども、ボールペンのこうね、グリップゴムだったりシリコンだったりすると思うんですけれども、ここにホコリがついてしまったとき、どうされてますか？こうゴムがありましてね、ちょっと分かりにくいかもしれませんけれども、ここにゴムがあって、この辺にホコリがついちゃったときに、やっぱりね、私こうやってね、こすり落としたいけど、微妙にゴムに粘着力というんですか、粘りがあって取れないで、消しゴムでちょっとその消しカスに丸め取っちゃおうかなって思ったりやったこともありますし、これがねツイッターでちょっと質問してみた時に返ってきた答えで、もうその劣化とか気にせずアルコールのウェットティッシュで拭いちゃってるっていう方もいらっしゃいまして、なかなかね難しいんですよ。最近であればウェットティッシュを用意されていることが多いですかね。でもウェットティッシュでもあまりアルコールじゃないものもあったりとかして、なかなかねホコリ取りにくいんですけども、そんなにね頻繁にホコリがついてしまうことはないんですけど、ちょっと屋外で風の強い日にね、乾いた風の強い日にペンを使ってますと、風でホコリがついたりとか、自宅ではないけれどもどこかでちょっとホコリっぽい部屋の中でね、うっかりペンを置いちゃったりとかするとホコリがついてしまいますよね。そこで私が最近使用しているもののお話をしたいと思いますけれども、最近はですね、いろいろ試してこちらダイソーで買ったジェルクリーナーを使ってます。これがなんか一番うまく取れるような気がしてます。ダイソー商品がっていうことではなく、このこっちね、パソコンのホコリ取りに使うジェルクリーナー、車のねホコリ取りとかでも使われることが多いものなんですけれども、これがねなんだかんだ言って一番使いやすいですかね。商品として100円ということもあって、捨てるのにも躊躇しなくていいですし、もう見るからに汚れていきますんで、これ一つあれば、まあついでにねテレビの奥側とか掃除したりとかして使えるので、かなり優秀な商品だと思います。ちょっと実際ね、わざとですよ、わざとホコリをつけたボールペンがあるので、それでテストしてみたいと思います。そのわざとホコリをつけたボールペンがこちらです。わかりますかね、ホコリがついているの。ちょっと、あ、この辺がわかりやすいですかね。ホコリをつけてます。いいですか、つけてますよここ大事なんでね、ついてますからね、はい、これをジェルクリーナーを使って取っていきたいと思います。実際のジェルクリーナーがこちらです。本当はねこんなに使わなくてもいいんですけど、今ね動画上ちょっと多めに撮って使おうと思います。こちらね、ちょっとねよく覚えといてくださいね。汚れ、収録してる時にね見えてる画面が小さいもので、皆さんにどう見えるかというのがちょっと非常に不安なんですけども、親指で刺してこの辺ね、この辺ホコリついてますよね。それを取っていきます。ついでに上の方もねしっかり取って、はい、こんな感じで、特にね汚れた様子も、もちろんこの程度のホコリなので汚れた様子もなくて、どうでしょう、
綺麗になってます。ちなみに直接見てる私はね、非常によく撮れてるのがわかるんですけど、このような感じでだいぶ綺麗になります。はい、これがね多分正解かな。多少の手からつく汚れっていうんですか、白いゴムのペンとかだと少し黒ずんできたりするじゃないですか。それもね微妙に落ちるような気がしてるんですね。私は機能的にそういう機能はないわけですから、実際にはまあ気のせいなのかもしれませんけども、かなり綺麗になってるんですよね。これこうやって巻いて、はい。でこちらはまだ多少使えますから後で細かいところの掃除に使ってから捨てたいと思いますけども、このペンもこちらのジェルクリーナーで綺麗になりましたといったところです。で、チャック袋になってますんで、これねまだまだ入っていて結構長く保存できますから、もう気になった時にこれを使って綺麗に掃除してあげたらいいんじゃないかと思います。といったところで、今回は私にしては珍しい感じのお話でした。たまにね今後こういうお役立ち系なのかな、そういうお話もしていけたらなと思っています。今回はここまでにしたいと思います。最後までお付き合いありがとうございました。以上、しょぼうでした。